スパチャ形式で広い句の真似してやるのをやったらですね、あれのです、ねまあ、なんか意外な効果というのがですね、今回10代からの相談がもう激増、10代男子、10代女子からの相談が山ほどあったのでですね、まあ、ちょっとそれが増えちゃってると思います。えー、では行きましょうか、えー、未来さん、10代男性、真実と事実と解釈の線引きについて話していただきたいです。ね、ね。 ねね十10代でしょ。<laughs> 10代からこんなフレッシュな、<laughs> フレッシュな質問が来ると、おじさんなんか嬉しくなっちゃって。<laughs> まあ、言葉の定義に振り回されてるのかも分かんないし、まあ、本当に気になってるのかも分かんないけども、真実と事実と解釈の製品について話していただきたいですって、本当は質問するんだったら、というのは僕は、何々という経験があって、この3つがすごい気になっちゃうんですって。 書けばいいんだけどもその自分の内面のカミングアウトができないところが10代だよね。でそこでなんかこう表面的なそのそれらをすごい再整理してちょっとかっこいい部分だけを聞いちゃうところが10代だよねっていうのって <laughs> ごめん10代にディスるつもりないんだけどもいいなと思っちゃう。多分あのねまあまあじゃあ真面目に答えると事実と真実と解釈っていうと事実っていうのはまあファクトだよ現実にあったことで彼は殴った。 物理的な事実彼は殴ったこれはまあ神の視点とも言っ,言ってもいいんだけどあまあこれは取り消しようがない本当にあった事実これが事実だよで真実は彼が殴った理由なんだよね彼が何で殴ったのかっていう理由を言ったり聞いたりしたらそれが真実ということになるよねでまあ彼がそれを嘘を言うかもしれないその場合はいやそれは嘘だこれが真実になるかもしれないさて解釈っていうのは 彼を許すかどうか、許すべきかどうかという理由のこと。つまり周りの人間、人間がその彼を評価する視点、これが解釈のことなんだ。だからあの何だろうな、事実と真実と解釈の線引きっていうのは実際にあったことが事実で、それに対して理由付けだよね。もうもうこれになってくると抽象的になってくる。これが真実。だからあの法律の世界では事実の方が真実より優先しちゃうわけだよね。 事実、真実。で、解釈というのは、じゃ結果として彼はどうなのか、有罪です。懲役2年です。執行猶予です。上場酌量の余地があります。これが解釈というふうに、まあ一応考えておいてください。最後までありがとう。チャンネル登録してってっね。